私は作る必要がなかったのですね。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことは初の指導なしの戦闘。あれがこのムーンブルクを治めるハーゴン教団の大総督アトラス。どうやら手下の者たちが襲ってくるみたいだ。なんとかして倒さないと。あれが大総督か。なるほど。アイナ、戦いの準備はいいかい？オッケーよ。よし、必ず勝って活路を開こう。アトラスに勝つ方法もきっとあるはずだ。そうそう、皇后様から預かっているものがあってね。これを渡しておくよ。おお、手投げ爆弾5個ありがとう。この戦いは負けられない。行こうアイナ。バトルスタート。さあ頑張りますかね。守備力アップ。来いよ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 。撃ってこないで、撃ってこないでください。いや怖い。痛い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 。破壊しないで破壊しないで。ほんと、あーってことはあれやん、指導と協力して出す必殺技が出せんやん。あー最悪最悪、マジないわ。ふー、辛い辛い辛い。さあさあ、一歩歩くごとに罠が火を吹くよ。イエーイ、結構いい感じ。拠点耐久率 100%。 あ、全然壊されてないやん。やったね。怖いんですけど怖いんですけど、マジで怖いんですけど。ほら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 、こっちに来るがいいさ。こっちに来て、はい、ここで落とされな。へい、来た来た来た。もう落ちたらあとはね気絶してるからねこいつら。気絶するし、炎に焼かれるし、氷漬けにされるし、踏んだり蹴ったりやねさあさあ来いよ来いよ。ういあとちょっとやん。頑張ろ頑張ろ。これであと10匹ぐらい。痛い痛いよ。ごめんね、痛いかもしれないけど、私らも城を守らないといけないから。ぶっ潰す。さあこっちへこっちへおいで。氷漬けになり。あ、こっちにもあるんかスイッチ。なるほどねなるほど。さあ、これこれ、早くこっちに来てくれる。お、あ、来た来たよ来たよ。今だ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 。いけ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 。寒い、教えは絶対。いやほら、私らもね守らないといけないからさ。あー、行かれたら困るんですよね、こっち城にちょっと入られたら困るんですよね。痛い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 。あ、言うて私何もダメージ受けてなかった。もうぶたないで。さっきからギガンテスがめっちゃかわいそうな感じなんやけどあれなんかでかいけど中身は子供みたいな感じですかね。オッケー、やったね、拠点を狙うモンスターやっつけた。指導がいなくてもとりあえずやっていける。あー、ヘイってする相手がおらん。あー、盛り上がりにかけるわアイナ、これから何が起きるかわからん。壊れた城とジジロを修復しておくとしよう。なんか壊れた？修復はわしらに任せよ。もはやわしらも一発のビルだ。城の修復はお手のものじゃ。ありがとう。拠点がほぼ元通りになった。よくやってくれたな、アイナ。なんとか敵を退けることができた。しかし、敵の親玉は残っておる。あの化け物を倒さねば戦い終わらんぞ。おそらくアトラスが、ムーンブルクの平和の証である王家の紋章を持っているんでしょうね。あまりの強大な力に、悪霊の神と抑えられたアトラスか。一体どうやって勝てばよいのじゃ。悪霊の神に勝つなんて、無理に決まっている。そこから歌につなげないで。僕たちは、負けることが運命。違うよ。バカモン。
アイロンに力を得てここまで来たのだ。わしは諦めはせぬぞ。おう、どうされたのです？急に王様らしくなって。まさか魔物が変化しているのでは。え、怖い怖い。今までは王様らしくなかったんやね。ちょっと軽くディスっとるよ。たわけを申すな。わしは最初からこの国の王だ。そして忘れてはおらぬか？わしが伝説の勇者、ロトの血を引くたくましくも凛々しい王であることを。たくましく凛々しいかどうかはまあ知らんけれども。もう一度言う。わしはロトの血を引くムーンブルクの王。アトラスを倒してらてはある。そうか。実は王様は勇者なのですね。アトラスもそのお力で。無理やと思うよ。残念だがわしにそんな力はない。結局のところビルダー頼みだ。アイナには勇者の血を引くわしのそれっぽい何かを利用してアトラスを倒す究極の兵器を作ってほしい。どういうこと？それっぽい何かとは何でしょうか？さあアイナ、わしの考えを伝える。ソナとの力で形にしてくれ。何何何何を使うの？後ろの部分、あ、なんか玉座の間の後ろやね。それも自分で作るやつ。副刀の設計図1を描いた。1ってことはまだこれから先があるってことか。うんうんうん。何、ここからなんかするの？なんか大砲みたいなものを設置するとかかな。ギュエー、これは素晴らしい。ミナデイン砲なるものの設計図か。わしの考えの上をよく知るものだ。ミナデイン砲、あれ自体がってこと？ミナデイン砲、私たちの力を一つに集めて敵に打ち出す魔法兵器か。全員で？しかしこれは砲台というより塔のようではないか。しかもこんな塔一本で。アイナ、この設計図は三つに分かれているのであろう。三つの塔で力を集め、砲台で発射する。なるほど。この設計図は力を集めるための一本目の塔というわけか。三つ塔が立つのか。わっはっはっは。素晴らしいぞアイナ。で、わしからの最後の頼みはこれだ。ミッション、王様の命令、その3、アトラスを迎え撃て。ミナデイン砲でアトラスを倒すべし。ミナデイン砲が完成すれば、悪霊の神と言われたアトラスも倒せよう。みんなで力を合わせ、作り上げるのだ。あ、作ってくれるんやね。ミナデイン砲か。これはすごい兵器だ。勇者の血筋たら王様らしい兵器です。ところで、どうしたのだよ、みんな。先ほどから丘の顔に見えるが。何？すぐに指導を牢屋から出してくれたと？指導のことはわしも聞いておる。ソラさんにとっては辛いであろうな。今までの働きを考えれば悩ましいところではあるが、わしは家臣の進言も聞かねばならぬ身だ。指導の戦いぶりを恐れる者がおるのもそうだが、ラーンの鏡に映らなかったなら気にかかる。いずれにせよ悪いようにするつもりはない。時が来れば解放するゆえしばし待つがよい。あ、やっぱり普通に王様からの命令なんや。でも多分アネッサが言ったんじゃなくってリックが言ったんやと思うんやけどな。さあ一刻も早くミナデイン砲を完成させましょう。アトラスを倒すために。ミッションスタートってことで、とりあえず入れんかったわ、こんなところからじゃ。とりあえず必要なものを作りますかね。とりあえず必要なもの、必要なもの、城の壁が167足りるかな。うん、足りる足りるよっ。そして城の飾り壁地、まあ、全部作れるね。それじゃあとりあえず、そうそう、収納箱をこっち側に移動させてきたいんやね。この中まだなんか入っとんかな、わからんけど、とりあえず。あ、なんかいろいろあるわ。あ、料理とかも入っとったね。作ってくれとったんかな。なんかいろんなとこの収納箱に入れてくるよね。で、こっち側に、収納箱。そして、城のくぼみ壁。くぼみ壁必要？必要じゃないよね。石の階段。で、大きなタペストリー。
以上かな。うん、以上やね。ってことで、ちょっとここに収納箱置いておくけん、みんな作ってね。よいしょ。はい、この辺のしまっておくけん、よろしくお願いします。そして私はさらにちょっと王様が何かしら私に用があるっぽいけん、よいしょ、その用を聞きに行きましょうか。王様は玉座の間にはいない。こっちの方、あ、おったおった。あれか、今ご飯中ですか。うわ、にぎやかすぎやろ。あいな、もう王だからとて高みの見物はしたくない。今からわしもビルダーとして建築を手伝おう。おお、マジで？ってかしてなかったんや。でもここまで来て素材集めからエヌさん頼むのもなんだか気が引けますね。ではわしらが素材を集めてこよう。若い者にはまだまだ負けるぞ。マジで全部入れたわ。かっかっか、ほっほよ、よく言った。ではどちらが多く集められるか競争じゃ。ごめんね、集めてきたんだ。あの二人本当に元気よな。ところでアイナさん、いつものニコニコ顔はどうされたんです？やはりシドウさんのことが心配ですか？噂によればアネッサさんが王様に強く進言してシドウさんを牢に入れることになったとか。でもアネッサさんはシドウさんを危なっかしく思っていながらその強さを信頼していたようでしたが、とにかくお辛いでしょうがきっとすぐに出してもらえるでしょう。少しだけ我慢してくださいね。てか思ったけど、みんな噂とかじゃなくて本人に聞かんの？アネッサに聞けんのかな。それはそうと、ジローム様とホホ様は一体どこまで行かれたんですかね。さあ。あ、帰ってきた帰ってきた。はあ、はあ、みよホホ、わしはうーんとたくさん財石を取ってきたぞ。ぜえ、ぜえ、ジローム、なんとべたらものを。地味じゃが、綿や木材こそ入り用じゃ。ほざけ、わしは皆を指揮して、城の壁とて大量に作ったのじゃぞ。ほほほ、甘い。石の円柱や大きなタペストリこそ肝心なもの。くぅ、とにかくあいな。わしら追いさらばえた、幼稚なものづくりの集大成。なになに、すべてここに入れておくぞ、グホ。キャー、ジロームさん、ホッホさん、どうした？どうした？わっはっは。素晴らしいぞ、ジローム、ホッホよ。その素材で、皆で印法を作っていこう。では、やるぞ、皆者。私は作る必要がなかったのですね。なるほど。えいえい、おーおー、いいね、頑張ろう。ん、何？違う、知ってるよ。知ってるよ、そっちじゃないんだ。ちょっとミトちゃんの方がね。設計図の完成には塔の台座に力のオーブなる特別なものを置く必要があるようですね。塔の組み上げは私たちに任せて、アイナ様に取ってきていただきたいんですが、一体どこにあるのか。あ、また必要なものがあるんなんか。わしに心当たりがあるぞ。このムーンブルク城から北へ進んだ丘の上に一体の女神像が立っておる。あ、ある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 、うん、あった。力のオーブは女神像が見つめる先の大灯台にあるはずだ。アネッサ、リクと共に取ってきてくれ。あゆな、アネッサのことは一旦後だ。戦力は少しでも多い方がいい。機会を見て必ず真相を暴く。僕に任せてくれ。あゆな、リク、こそこそ何の話だ。アイナがお腹が減ったって言うからなだめすかしていたところさ。では皆様、設計図の組み合いは私たちに任せて、大灯台で力のオーブを見つけてきてください。よし、行ってこよう。まあ、とりあえずその女神の場所はわかるけん、こっちの方角やったよね。あれやろ、紫色のさ、水晶とかがあった場所よね。こっちの方角のなんかちょっと山の上の方に確か女神像があったはずで、ずっとね、私がこの女神像一体何なんやろ何なんやろ、意味ないんかなって言ったんよね。やっぱり意味はあったんだな。まあ意味なく女神像があんなところにあるわけないよね。はい、女神像に到着。王様が言っていた女神像というのはこれのことかな。女神像が見つめる先といっても何も見えないけど、ふん、とにかく飛んでみるしかないだろう。あいな、海の上には竜巻が出ることもある。うまく避けて飛んでいこう。マジでめっちゃ危険やん、女神像の見つめる先。飛ぶ、あっぶねー。あー、怖い怖い怖い。
ちょっと待って、こんなうまく避けていける無理なんですけど、あーあー、あっこやん。多分絶対たどり着けんって。ああ、ちょっと待って、助けて、強力の魔物の気配がする。危ない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 、ちょっとあー、ちょっと待って待って待って、なんか来たなんか来た、マーマン来たマーマン来た。おおー、ちょっと待って、引き寄せられたですよね、そうなりますよね。はい、え、待って、死んでない。あ、アイラの素早さが、待って、一旦これさ、そこに行った方がさ早いんじゃない。あー、ちょっと待って、くそくそ、世界中の歯、世界中の歯って勝手に使うん、ね、めっちゃ暗くなるんやけど、何事、そういうものなん。くっ、ダッシュができねえ。あー、なんかどんどん暗くなって、あっ、吸い寄せないでくれる、吸い寄せないでくれますか、くっそつらい。てかね、私じゃなくってさ、あとの2人がだいぶ危険よね。もうこの辺から上がれば大丈夫なんじゃないかな。あ、上がる体力がもしや、いや、いけるいけるいける、ちょっと、あとちょっとなんやけん。あとちょっとなんすよ。マジか。マジか。あれで回復しとったらいけとったかな。さあ、ということで、いきます。怖いよー。てか、超真っ暗やん。やばい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 。見えてきた、大陸。たどり着ける、たどり着ける、あ、いけるか、あ、いける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 。お、あそこ、あそこに何かしらのそのオーブ的なものがあるわけですか。ふー、ちょっと上まではいけんかったけど、とりあえず着いたわ。あ、導きの玉、これが大灯台か。しかし、なぜこんなものがこんなところに。え、なんかモンスター出てきそうな気配なんやけど。何、どうやらあそこから登れそうだね。登れそう、階段があるってこと。とにかく上に行ってみよう。とりあえずちょっと、よし、これでいつでもここにワープできる。オッケー。で、こっち、あ、階段や、階段登れますね。でも多分これ一番上にモンスターがおるとかそういうパターンよ、絶対音楽的にほら、おった。でもグレムリンや、大丈夫か。見ろ、あそこに魔物がいるぞ。え、なに、無言、どうした。お、なんか案内される。魔物の姿見えなくなってしまったな。なんだか怪しい魔物だったけど、とにかく先に進んでみよう。先というのはこっちでいいんかな。あ、この中、なんか、何時、勇気あるものよ、待ち受ける運命に身を委ねよ。え、怖い、何それ、痛い、いやー、え、何、え、身を委ねたんでいいんか。めっちゃびっくりしたんやけど、どこ、何、どこだ、ん、どこにあるんやろ。なんもなくない。え、なに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 、ないんですけど、ん、なに、どこ、これ開いたりとかする。いや、開けませんねとりあえずなんかうろついて探すしかないっぽいけど、あれ、なんか光おるよね、あっこかな。でも身を任せたらこんなことになったんやけど。あ、なんかある、え、なんかあるよ。お、赤を飛び乗れば跳ねるトランポリン、緑は飛び乗った後跳ねれば跳ねるほど高く飛べるルーランポリン。赤いトランポリンと緑のトランポリンか。これでうまく塔を登って中を調べるしかなさそうだね。さて、どこを登るかだけど、ヒントがないか辺りをよく見ながら力のオーブを探そう。なるほど、
こんだけしか跳ねんの？こっちは？え、待って。全然。これちゃんと跳ねれよる？うわ、なんかトランポリンだらけやん。どうしたん？怖っ。え、緑のじゃない力のオーブ。え、怖い怖い怖い、めっちゃ怖いんやけど。なんか痛い、ダメージ、ダメージがすごい。どこや、このまましとったらちょっとずつ上がってくるんやね、緑の方が。え、どこにもないんやけど、緑のオーブ。あ、これあれじゃない、あのこれでさ、高く飛んで、その後でさ、あの風のマントルで飛べばいいってことかな。どこ？力のオーブないんやけど、マジで怖い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 。ね、どこにあるの力のオーブ。力のオーブやっけ、なんかちょっとわからんけど。近い、邪魔。え、ここよりさらに上なんかな。え、ちょっと待って、どうやって行けばいい。私ちょ、ここで、でもあそこの一番上に、あ、あれかな。え、どこ、あれか、なんか今一瞬光った、気のせいかな。あたりを見回してもよくわからぬよくわからぬ。はい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 、この上にあるとか、そういう。あ、なに、この一番上。え、うーん、全くわからん。見回して、なんかよくわからんけど、とりあえず違う階に来たっぽい、これで。ここから上がってきたんよね、今。ここからさらにどっか上に行けるっぽいけど、行きますか。行きましょう。へいへい。お、ほら、上に行けるよ、上に。はい。んで、次は、あ、宝箱がある。でもなんか現れそうじゃない？いやいや。少し広い場所に出たね。ん？宝箱よ、宝箱。あれ、絶対モンスターやっつけんかったら開かんやつやん。けっけっけ、人間ども。お前たちが勇気あるものかどうか試させてもらおう。はい、来たー。何？乗り越えてみせよ。何を乗り越えるの？わからんけど、ちょっとやっつけさせてもらうわ、とりあえず。痛ーい。やめてよー。よいしょ、けい。さあ、あとちょっとや、あとちょっと。いやー、痛い。さあ、来いよ来いよ。これは危険なやつ。ほう、やっつけれる、やっつけれる、あっという間。よかった、ここがグレムリンだけで。イエイ、持っていくがよい。やったね。あー、そっか、指導がおらんけん、へいっていうのはないんや。皆伝員法、私たちの力を、違う違う、君に話しかけたわけじゃないんだ。イエーイ、力のオーブを手に入れた。やったね。おお、これが一つ目の設計図に必要な力のオーブか。すごい力を感じる。確かにこれならアトラスに対抗できるかもしれないね。もう一個は？それにしても、この建造物は一体何なのだ？何か不思議な感覚だ。こんな場所にポツンと立って、まるで幻でも見ているような。何？崩れんよね。とにかく城に戻るとしよう。最初の設計図を完成させるんだ。こっちも。
あ、命の木の実か。なるほど。じゃあ帰りますか。うわ、めっちゃ離れたところやったんやな。はい、ムーンブルクに帰ります。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で違う、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。明るい場所で最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録。おお、なんだなんだ、出来上がったぞ今私が挨拶しているのが見えないの、ちょっとびっくりなんだけど。完成したよ、完成。はい、ちょっと待ってね。ってことで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。で、今回のなんかこのオーブを使うことによって、何、ミナデインが撃てるようになるとか、そういうことなのかな。ちょっといまいち使い方がわからんけど。